Can I throw the drone racer now? Or VR? Or anything for that matter? That's not, all right. Mr. Miyagi? Sorry. しばらく寝とけって。I was here. Okay, now I need you to let me in. いらっしゃいませ。You going? That'll be it. That's a video game. I want to play it. That's not. Alright. Hey, cats.
教令会の村瀬と話してきたよ。 KJ アートって会社が連中のアジトだった。それでよく無事だったなお前。どうし俺は自分の仕事をしてきた。 We are good. I'll make it. 新谷先生、12月3日夜12時頃、村瀬によればアムールは無人だった。つまりその時間ハムラが組をいたぶってたって検察の主張とは矛盾がある。おお、いいじゃねえか。でもそれ村瀬は証言してくれんのか。いえ、ダメでした。やっぱりか。だが村瀬のその証言は信憑性が高い。実は俺も面白いもん見つけてな。うん。クメがハムラに拉致されてから3時間後のアムール前だ。つまり夜12時頃、画面の端っこだ。よーく見てろ。アムールに人が出入りしてたわけじゃないんで見過ごしてた。証言通り、村瀬は本当に組を助けようとアムールに来てたらしい。そして無人の店内を見た。またそろそろハムラの頭と話すか。もうそういうタイミングじゃない。わかった。これから接見できるようにする。手配できたら電話してくれ。Alright. Out and about we go. 八神さん、真冬と話したんですよね。ん？ああ、話したけど。真冬。嬉しそうでした。久しぶりに八神さんと会えたって。あ、そう。でも寂しそうにも見えました。え？なんで？なんででしょう。それじゃ。Side cases, no nothing.
Let me go. Let me do my let me do VR. Please, I beg. Okay, well, that's fine. Well, niggas. Oh, there it is. Okay. In any case, I guess now we could play Virtual Fighter, right? Bro's literally just Rakuta. Bro's literally just Rakuta. I cannot believe it. I have actually seen this game before. I completely forgot that this is a game. Okay. Round one. Bro's Jotaro. Bro, look at the hair. He's literally Jotaro. Hold up. So, like, for example, okay, hold on. Let me find him. Bros is literally Jotaro. Let me actually download the image. I'm assuming the file is here. Bro, look at him! He's literally Jotaro Kujo!
Even has the hair and everything. That's a good image, Jotaro. Hold up. Here we go. Look at him. Oh my god. What happened? What happened here? What did they do? All right. Well, that's nice. Okay. Bro, even has the hair and everything. I can't believe it. I see how it is. Ow. Bro, I just clocked his ult outfit is literally part 4 Jotaro. Let's see though, his another office part 6 Jotaro. Because part 4 or part 5 Jotaro wear the same outfit, even though Jotaro isn't in part 5 that much. Okay, well, bro said absolutely not, okay. I'll just keep doing this. Ow. Yeah, perfect, okay. Begin.
I'm gonna get this. I'm gonna land this. I don't care. This ain't happening. Okay, what are we supposed to do? Oh my god. Oh, there he is.
Ow.俺の無罪は目処がついたかよ、ターボ。聞く相手が違いますよ。弁護人は俺じゃなくて新谷先生です。羽村さん、見てほしいものがあります。12月3日、夜11時55分、強霊会の村瀬が久米を救出しにアムールに来ていました。防犯カメラに気づいた彼らはこの後裏口からアムールへ踏み込んだんです。それで村瀬はその時店内には誰もいなかったと。ああ、その時俺はサウナに行ってた頃だ。久米はどうしてたんですか。裏口から叩き出したって言ったろう。じゃあその前は。ああ10時過ぎ、頭はわざわざみんなを店から出して久米と二人きりになったそうですね。証言は取れてます。なんでそんなこと。いや、あの久米って野郎、なんか昔のダチ公に似ててよ。それで懐かしくなったんじゃねえか。俺も酔ってよく覚えてね。本当ですか。 Are you sure about that? しますかね。だから覚えてねえっつってんだろうが。でもその割に店を出た時間だのはよく覚えてた。何が言いてんだお前。頭にもしアリバイがあって久米をやってなかったとしても、実際あんたは妙な立ち回りしてますだと。何か俺らに隠し事があるんじゃないですか。何もねえよ。例えば真犯人をかばってるとか。何もねえっつったぞ。てめえはいいから俺のアリバイ証明してこい。俺はあの晩ずっとサウナにいた。その証拠があればこんなとこおさらばなんだよ。アリバイが証明できない場合に備えて他の解決法も探っとく必要があります。けどあんたに隠し事されたらそれもできなくなる。抗争相手を監禁した挙句目をえぐって捨てた。その疑いが晴れない限り死刑だってなくはない。なのに随分余裕だな。ヤクザってのはそんなに肝が据わってるもんなのか。俺がもし命乞いするにしてもその相手はお前じゃねえってことだ。じゃあ誰になら命乞いするんです。さあな。あんたが隠してる何か俺も興味が湧いてきましたよ。あ、おい、ヤガミ。よ、いろいろ動いてたみたいだな。羽村と接見してた。収穫はなかったけど。そうか。羽村は俺らにも何かを隠してる。思ってたより奥が深いのかもな、この事件。早い話が調査に行き詰まったってことか。まあね、もう少し材料が欲しい。例えばどんな。アムール出た後の羽村と被害者の足取り、その目撃証言、その辺はもう街中しらみつぶしに当たるしかないかな。ターボ、今金あるか。 Not for you, I don't. いくら。とりあえず。 Absolutely not.俺の知り合いにカムロ署のデカがいる。そいつはつまり。なるほど。綾部ってデカだ。テンダ。ああ、奴に会いたいときは
みんなテンダーを覗きに行くんだよ。あそこのマスターに聞いてみな。Okay. Head to tender. いらっしゃいませ。I'm here to sell.ありがとうございました。Bap, bap, bap. Bap, bap, bap. Hold on, what did you pick up? A can? しばらく寝とけって。Oh, I still have that. Frack, yeah, let me check that. Right, mortal wounds. Specific doctor. Nice. Wow, that was a.Big health increase, good lord. Sorry, Miyamoto. Give me my money. マスター、ちょっといいか。うん、なんだい。綾部ってデカ、知ってるだろ。ああ、
でもここ何日か来てないな。綾部さんに言おうか。まあね、タイミングが悪かったか。大丈夫、来たらターボーのこと伝えとくから。それよりせっかく来たんだ、飲んでいきな。一杯店のおごりでいい。ん？なんで？前に来た時お前さんに仕事を頼めるかもって言ったろ、覚えてるか。そうだっけ。それで？その仕事やっぱキャンセルするって聞いてみたら、なんかヤクザに殴られたんで仕返しがしたいって話だったんだけど。なんだそれ、探偵に頼む話か。まあでも仕返しする必要がなくなったんだってさ。自分で見つけて殴り返したのか。そうじゃなくて、なんとそのヤクザ事件を起こして逮捕されたんだよ。ほら、例の目玉えぐられた死体の。え？じゃあそのヤクザって羽村の頭だよ。驚きだろ。3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。ヤクザに？ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど、12時とかもう少し遅い時間だったかな。それもう少し詳しく頼むよ。いや、俺が聞いたのは今ので全部、あとは当人に聞いてくれ。そいつの名前は、はい、エクスプレイセイヤって呼ばれている。天下一通りにスターダストって店があるだろ、そこのホストだよ。Alright, Stardust. Oh, I haven't been to Stardust in a while. しばらく寝とけって。ちょっといいか。え、何ですか。この店に勤めている聖夜ってやつに用事がある。ちょっと呼んでもらえないか。聖夜さんですか。ああ、今いないですね。なんだ、休みか。いえ、今ちょっとお客さんと同伴中でして。同伴ってことはどこか別の場所で遊んだり飯食ったりしてるってことか。今日で3日連続ですよ。せいやさん、いい客捕まえたな。そっか。何時頃出勤してくるかわかるか。いや、ちょっとそこまでは。そんなに遠くにはいないと思うんですけどね。そっか、わかった。ありがとうな。Okay. Well.Well, okay. ああ、つくもか？八神氏、今度は何の用ですかな？もう、ちょっと頼みがある。こないだやってくれたつぶやき検索、また頼めねえか。いいですが、何を検索するのでしょう。そうだな。スターダスト、聖夜。聖夜。ああ、Sorry. 検索対象の期間は、今日一日のつぶやきの中からでいい。承知しました。少々お待ちくだされ。出ました、出ました。今八神氏の画面にも出しますぞ。ちょっとまだ多いようです。他に何か絞り込めるキーワードはありませんかな。そうだな。
っていい。おお、結構絞れましたよ。よし、この数なら全部当たれそうだ。ちょっとこの程度なら。All right. Well, all that being said, I'm gonna end the episode here. That's not the save button. I'm gonna end the episode here. Hope you enjoyed. Probably gonna be kicking things to high gear next time. We're still on chapter 1. We're 4 hours in. But yeah, I will see you next time. Goodbye.